皆さんこんにちは、京子ばあばでございます。さて今日は、少し前ですね、無印さんの方からね、開店前にね入れさせていただいて、商品をいろいろ見せていただきました。その中でね、皆さんに、コーディネートしやすいようなね、そういうものをね、今日はねピックアップしてね、ちょっと、コーディネートしてみたいと思います。お見せするのはあそこの、ね、お店の中でもね、すごい着やすそうなブラウスだなと思って、私すごい目をつけてしまった商品なんですけれど、こちらなんですけど、素材もねすごい無印っぽい製品です。すごい涼しいです。はい、これとあと T シャツです。でね、白の T シャツってね、やっぱりどこのお店でもその流行をね取り入れたね、その年らしいものを毎年いろんなところが出しています。でも無印良品も毎年同じラインのものもそうですけれど、新しい形のものをトライしているのがこの前行ってよく分かりました。で、これはそこの中でも T シャツで定番なのかな、定番って言い切れるのかな、ちょっと分かりません。でも今年っぽいラインとはまたちょっと違うので、これは前からずっとあるのかもしれません。何が違うかって、この T シャツなんですが、襟がボートネックになっています。白の T シャツで、ここのところがボートネックで、ここの切り替えのところがねちゃんとついていながら、ボートネックっていうのはね多分そんなにないと思う。みんな丸襟かボートネックがあっても、いきなりボートネックこうやって、ね、切り替えたりはしてないのが多いです。そんな中で、ね、これはいいと思って、ちょっとねただのボートネックとは違うからね、どんな感じになるんだろうと思って、ちょっとこれ気になったので買ってきました。で、上はその2点と、あと今日紹介するもう1点。まあね、無印良品に行ったらね、絶対これですよね。これ買いますよね。なんちゃって。まあ私だけかもしれないんですけど、もう無印良品にの製品で絶対なのは、この朝っぽいパンツです。朝っぽいね。で、夏はもうこれ、もううちではもう、ヨレパンとか言ってるんですけど、ヨレヨレしてるし、洗っても洗ってもヨレヨレ感なんか満載なんですけど、そこが良くてもう絶対買っちゃいます。でね、この色もね、こういう色味と、あともうちょっとこれ濃かったり薄かったりって、まあいろいろあるんですけど、毎年私はこの普通 の, あの何自然な色、何色っていうんだろうのを買ってきました。これね、これいいでしょ、涼しいんですよね。これと、じゃあ今からこれをね、ちょっと着てみたいと思います。はい、いかがでしょうか。正確 な名前はこれ半袖ブラウスで、ヘンプとレーヨンで、生地が作られています。半袖ブラウスってなっています。だからヘンプだからすごい自然な素材なんですけど、こうね、なんか張りがあるんです。すごいなんかこうやって パキッとしたね、その張りっていうのはこのレーヨンで出てるのかなと思っています。すごいいい感じです。ただクタッてならないっていうのがね、やっぱり私があそこで現場で見た通りの、商品でした。楽ですってね、ここもねちょっと中に入ってる、ね、ちょっと中に入ってるデザインです。袖はドルマンというかね、袖付けがなくてそのまま袖が伸びてるっていう感じです。袖付けとかそういうのはないです。涼しそうな感じです。見るからに涼しそうです。もうね、ここからね、もう手なんかもね楽ちんだし ね、すごい気に入って、今年の夏は大活躍だと思います、これ私の中でね。そしてその下は我が家っていうヨレパンを朝のパンツを履きました。イージーワイドパンツ、これもリネンって書いてあるので朝 100% だと思います。あ、気持ちがいいですね。すごい夏にぴったりです。ヨレヨレ感がね涼しいんですよ。で、これは、ギャザーに、イージーパンツってなってるからギャザーになっていますが、ここがね、タックも入っていてギャザーになっています。で、後ろにポケットが1個あって、かなり M ですけれど、ゆったりしています。これはもう、そのサイズ、着るサイズでね、また変わってきちゃうので、ものすっごい迷って、
M にしたんですけど、 L は L の良さもあるだろうし、 S は S のね良さがあるんじゃないかなと思ってね、まあその真ん中通って結局 M を買ったんですけれど、ね、S でもまた S は S で可愛かったかななんて、ね、ちょっと思ったりしています。はい、いかがだったでしょうか。で、あ、いや、これ後ろです。後ろの感じもゆったりしていいでしょう。とてもすごくねあれです、なんかねサラサラしてるしね、ベトつかないっていうかね、夏の素材にぴったりだと思います。買ってよかったっていうね一品です。上も下も、はい、これね、ボートネック七分袖 T シャツとなっています。ほら綺麗でしょう。私ねボートネックがねすごい好きなんですね。で割と普通マリンのボーダーなんかあるんです、よくあるけど、あれはあのボートネックになってるから、 ああいうのも好きなんですけど、これはちゃんと T シャツのタイプとしてボートネックになっています。これはねすごいいいですよ、大のおすすめで、下は今回すごいシワがアイロンかけなはれやっていう感じなんですけど、いやあえてアイロンしてもまたすぐこんなになっちゃうんですけど、このねヨレヨレだったりね、ある程度シワがあるのも味だと思っていただけるとありがたいと思います。オーバーブラウスもインもできるしいい感じです。で七分っていうのもね可愛いでしょ。で、ね、もうちょっとこんくらい上げてもいいじゃない、これね、いいでしょ。そしてじゃあ今ねシンプルにこうネックレス一つにしてるんですけど、例えばこういう夏っぽいスカーフなんかしても、いわゆるこれだと無印良品ブランドって感じしますよね。ねえ、とってももうこれ全部もう無印っていう感じでね、このスカーフもね10年か20年かそんなようなね昔にね買ったね無印の綿のスカーフです。ほらいいですよね。ネックレスもねいろいろお好きなのを選んでちょっとやってみてください。こんな T シャツ1枚って思うでしょ、こんな T シャツ1枚がすごいおしゃれなのよって思ったりします。だってさ何にもない白なのにこんなにねなんかおしゃれ感が出るって T シャツ、白 T シャツの魅力ですよね。で各社皆さんいろんなラインを作ってね、毎年毎年少しずつね変えて作っておられるなっていうのがね感じられます。ちょっと前の出してみるとねこの辺がねちっちゃかったりね、やっぱり短かったりとかいろいろありますよね。それの白 T シャツってすごいと私は思っています。攻めるは白 T ってぐらい私は思っているので、はいはい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は、無印良品夏の定番的な商品3点一応皆さんに、コーディネートしたところを見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。とっても定番っていう感じあるんだけど、それをねおしゃれにね見せるっていうのはね一つは楽しみであり、またそこがねおしゃれなね勝負どころじゃないかなと本当に私は思っています。無印さんすごいいいですよね。はい、じゃあ今日はこんなところで終わりますが、引き続き人生きらめくおしゃれマジック京子ばあばのね本でございます。楽天とかねアマゾンとかご紹介求めください。じゃあこれで今日も終わりにします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。また見てくださいね。